しまない。のインスタライブやった時もしか全然見てないです全然見てなかった、申し訳ない。チーズ食べて、チーズをアレンジしてんですよ、してんですよって、今アレンジしてんですよ。このマダイのだし汁をもっとうまく使っていきたいんだけど、YouTube で見た？マダイ？マジ？出るんだろう。美味しいよ、この何にかけても美味しいんですよ。買ってみて、気になったら。そんな700円ぐらいかな。愛媛のお土産で買ったんです。お土産っていうか、愛媛に行って帰るときに、なんか使えるし、なんか思い出に残るものないかなって考えて、いろいろ見てたときにこれ見つけて、うん、おう、うん、おいしい。お腹空いてくるでしょ、思った。ごめんなさい、いつも本当に。まだ、でもなんかね、魚介だし系の塩って感じだから、めちゃめちゃ私は好きですって感じかな。寒いから赤いキツネ食べた。うわ、いいね、キツネ派ね。青、私もキツネ派。キツネうどん、
はい、はい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 、わかりました、わかりました。玄米茶。あ、そうだ、今日私やっぱり夜のナイトタイムを優雅に、優雅にじゃない、なんて言うんだろう、より良いものにしようと思って、でずっとねハーブティーを探してて、ハーブティーっていうのかな、なんかお休み用の、寝る前にちょっと落ち着いてから寝れたら最高だろうなって思って、同時にあの普段飲む用のお茶を探してたから、あのなんだっけ、ルイボスティーとともにハーブティーを買ったの。マスカットってすごいね。ね、マスカットだからかは知らんけど、めちゃめちゃ長持ちしてるなって感じ。そう。マスカット長持ちするもんな。そう、マスカットじゃん。なって私の保存方法がいいだけ。もしや。よいしょ。長持ちするイメージ。あ、そうだよね。マスカット、マスカット。これ。シャインマスカット。あ、紅茶の話もしてる。あとチーズの話してたね。チーズにあのこのタイの出汁をかけてみようって。ピオーネ、あ、そう、ピオーネも送られてきてた。美味しいよね。わかる？てかさ、フルーツと一緒にチーズ食べる人おるやん。あのモッツァレラチーズと、あともう桃とかよくあるね。桃とかさやって食べる人おるやん。さ、もう、え、おいしいんそれって思ってたけどさ、おいしいね。おいしいわ、普通においしいわ。うん、合うね。でも多分小さい頃の私は無理だったかも。うん、そうよ。うん、あのね、なんて言うんだろうな、なんかね、塩梅、なんか塩味と、塩味とその甘みのバランスがすごい、フルーツだったらちょうどいいみたいな。なんかホイップクリーム的な甘さじゃないじゃないですか。うん、うん、ふん、
メロンと生ハム。確かに俺さっきの小さいの好き。デラウェアかな、こんぐらいのブルーベリーぐらいのやつ。デラウェアもよくおばあちゃんがね送ってくれてましたな。ましたな。無理。乗せるっていうか、なんて言うんだろう、なんか、なんかさ、カプレーゼみたいな。あえる？あえるっていうのかな、ああいうの。あえる感じ。うん、うん、うん、会えるっていうのか知らんけど、なんかねよくやってますよね。なんか淡い服着てる人がよくやってる。今日からシャインマスカットの栽培を変更した農家さんおいしそう。シャインマスカットをぶどう界で一番好きかも私。なんか紫ぶどうちゃんも食べなきゃ。炊き込みご飯がいい感じにできてた。紫ぶどうは皮ごとさピッてさ行くのが苦手なんで、これ
もう食べて中で皮むいてピッて皮むいちゃう。皮もうピーってやって食べる。何の炊き込みご飯？もちろんリュウジさんの炊き込みご飯。具は人参、本当は椎茸が良かったけどなかったから、普通のやつなんだっけ、まあ、きのこ、うん、鶏むね肉、何入れたっけ、マジで覚えてない、やばいかも最近。まだお酒みりんとか特に大したもんは入れてないですね。そう、たけのこ入れるか迷ったんだよね。けどそんなもう贅沢やなと思って、いっぱい入れすぎて。うん、どこぐらいか正解。パックになった炊き込みご飯の元でしか作ってない。何やろ。何でも炊き込んじゃえば炊き込みご飯だからね。私もだって前思いつきで炊き込みご飯作ったもん。まあトマトが余ってて、でも、まあ、早くトマト食べないとじゃん、割とトマトって。とかって。だから、トマトと、じゃあちょっとイタリア風にしちゃうと思って、トマトとチーズと何やったっけ、トマトとチーズとかバターとか、それこそきのこも余ってたから、あ、きのこ入れちゃえと思って入れたし、どうなるか心配ならない。私もう絶対美味しいだろう、この組み合わせっていう組み合わせしかやらないから大丈夫。そう、トマトご飯みたいになるじゃん。めっちゃ美味しかった。トマ、なんかちょっとイタリアン風、洋風？そう、リゾットみたいな。そうそう、トマトとチーズとブラックペッパーと、あと鶏肉？鶏肉もその前日の夜になんか作ったのかな。そう。で、あとなんか大根あったから、大根もやばかったから大根も入れちゃえと思って大根入れた。いや、バリ美味しいね。バリ美味しかった。あ、私炊き込みセンスあるわと思った。炊き込みセンスはあるだろう、さすがに。で、美味しいやつ入れれば結構ね、美味しいやつ入れたらさ、それ美味しくなるわみたいな食材しか入れないから私。ああ、あとよく見たわこの組み合わせみたいな。だからトマトとチーズとかもカプレーゼやみたいな、うん、みたいな組み合わせしかやんないから。うん、今日は
まあそんな感じの具材かな。でリュウジさんのレシピにちょっとアレンジしてバター入れた。キノコがね、よくあるやつ、なんだっけ、よくあるやつ、これか。本当はもうちょっと早くに作ってってやってた、やろうと思ったんだけど、そうだから明日の朝かな。リーズさんのレシピしか作んない女になっちゃった。いやー本当に、前閉じそう、おかち。まあ0時00分なんでね。あとたまにインスタとかにもね、すごい暴れながら料理する人とか結構、まあ、何人かいらっしゃるんですけど、なるっていう人とかね、めっちゃおもろい。女の子なんだけど、火を使わない時短レシピをね載せてんの。これがマジでこれを加えて混ぜ混ぜとか言うあと誰だっけな、50歳の人、おめでとうございます。和食洋食中華、うわちょっと決めれないかも。でも一番好きなのはハンバーグ、ハツカと会いましたよこの前。でも中華屋さんとかよく行きますよ。
中華屋さん。調子、お母さん調子悪いの？今日2月15日、あら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 。お大事にね。あの先生、切りすぎ。ありがとうございます。嬉しい。ゆきえさん、ありがとう。吉田カレン、中華好きだから。吉田カレンはイタリアンが好きだよ。吉田カレンはイタリアンが好きだよ。中華も、好きだね、でも。おー、うまい。イタリアンっていうか、よく二人で、まあ、あのブラブラして、あ、ちょっとお昼ご飯食べるとか夜ご飯食べるってなった時に、何食べたい、まあ、とりあえずイタリアンじゃねってなるのがうちら。そう、ピザ、イタリアンっていうかピザかな。ピザ、中華は無性に食べたくなる時が一番くる。中華に嫌いなものだと言いない。中華は嫌いなものなどいない。あーね、確かに日高屋と、なんだっけ、日高屋とかめっちゃ行くもん私。日高屋で、あの中華そば、中華そばとチャーハン頼む。ここでさ、880円なの。うちらいつもサイズだよ。ラーメンと半チャーハンと餃子セットもある。え、そう、あるよね、頼んだことある。美味しいよね。割とあたいらはサイゼか、みんな大好き鳥貴族。焼き鳥とかになるとさ、もうさ、なんかこの知らないお店に入るよりチェーン店でよくないみたいな考えなのね、3人とも。まあ、たまにあのサイゼじゃない、鳥貴族とか、鳥貴とかサイゼってめっちゃ激混みなの、やっぱ人気だから。そう、やっぱ人気だからさ、激混みなんだけど、激混みでもう、うわもう無理だ、全然どうもないって時はちょっと勇気出して、ちょっとさがちょっとブラブラ歩いて、ここはって言って適当に入るみたいな。そうなんよ、チェーンっていうのが安いんだよね。締めでアイス食べたい時にコンビニで買いなさい。うん、確かにアイスあるっけ、っていうか、新規のお店、食べログとか、あ、そう、ノリで入る、もう一緒、ノリで入る。だからこうやって見て、メニューのメニュー表とかが置いてあると、だからすごいありがたいね。あ、チュロスのやつね、それサイズじゃね、あ、トリキか、あれトリキだ。
じゃあ食べログかな。でも結構食べログで見るかも。私も食べログヘビーユーザーだからさ。居酒屋あんま行かないね。まず取り切るデザート、うちで逆にサイゼのシナモンプチフォカッチャあるよね。アイスのミルクアイスとシナモンプチフォカッチャのセットのやつ、あれがあれ目当てで行くもんね。あれちょっとあれ食べたいからさ、とりあえずサイゼ行かないみたいな。うん、焼き鳥の部位は何が好き？何やろ、もも、鶏もも肉のももタレが好きですね。タレ、もものタレ。うん、ガストね、あ、みんな川派なんだ。見て、今日は偉いから切ってきた。うん、塩も好きだけど、うん、私タレの味が好きなんですよ。もも肉が好きっていうより鶏、あ、でも私ね、つくねが一番好きだ。もうミスターといえばつくねだよねって吉田と宇多田が言うぐらいつくねが好き。うん、ほんまにそう。おでん、もおでんのち、もうなんか私冬あんまり、その夏派だから、もう夏が終わったらなんか夏まで、夏か夏以外かって感じなのね、私にとっては。だから今もう夏以外の時期に入ってるじゃないですか。夏以外で何が楽しみかって言われたら、おでん。うん。これも、これも、もうなんか私さ、回し物みたいになってるけどさ、これもさ、リュウジさんのおでんがいっちゃうまいの。もう何個か、5個ぐらいいろんな人のおでんを試したんですよね、 YouTube で調べて。もうでもリュウジさんは絶対おいしいから、一旦最後に作ろうと思って、これとこれとこれとこれって思って、本当にマジで週2ぐらいでおでんを作ってたの、ずっと。リュウジおでんも作れる作れるんだよ。しかもさあ、なんかいろんなの試したけど、私の好みはリュウジさんのやつだった、やっぱり。あとね、リュウジさん何がいいかって、お酒が飲めるようなレシピで作ってくれるんですよ。もう
お酒飲む前提だから自分が。なんでもいけるよ。ふるさんは。あれです、こっかい。お酒のつまみ欲しいって思ったらね、ぜひリュウジさんので調べてみて、お酒のつまみとかって おいしいのいっぱい出てくる。てか全部おいしい。この人の料理でおいしくないとかあんまり口に合わないと思ってもないんだよね。船もある種のハンバーグ、そうだから結局多分ハンバーグが好きなんだろうな多分。あ、そう、お酒飲みながらやってるから、おでんにからしはつけない、私はね。でも九州、例えばさ、醤油とかのベースが違うから、そう、じゃが、肉じゃがとかね、味がやっぱ違うよねって思った、思ったっていうか、そう、そう、ひき肉料理が、ひき肉です、ひき肉料理付き。うわ、これも絶対おいしいべ。なにこれ、しかもベロベロに酔っ払ってる回だ。3分でできる糖質痩せおつまみとかね。103万回再生されてる。全部美味しいんだよね。ゆうさんのレシピすごい、もう一生困んなそう、料理に。料理のさ、メニュー決めるのって、毎日メニュー決めるのとかだるいじゃん絶対。しかも世の中のお母様方は特にさ、毎日もうリュウジさん見ながらやったらハッピーだと思うから、ぜひね、おすすめしたい、全国民の母上たちに。うん、鍋もいいね。鍋は私、鶏塩鍋が一番好きなんですけど、あのね、あの鶏塩か鶏パイタンが好きで、そう、明日のお昼ご飯迷ってるの決めてください。むず、今日は何食べたんですか。チキン南蛮、チキン南蛮かハンバーグかカレーライス。うん、
わかる。なんか、うん。なんか結局水炊き。今日はドリアン。うわ、いいね。でも結構、ああなんだろう、お昼でしょ。でもさ、チキン南蛮じゃない？いや、水炊きしか硬いのな。私鍋の中で一番好きだもん、水炊き。だから多分鶏塩鍋が好きなんだと思う。もつ鍋も好き。鍋いいよね。前さ、福岡でさ、もつ鍋ウーバーがあ、もつ鍋ってウーバーできるんだけどさ、結構福岡だと、もつ鍋をウーバーしたのね。そうそう。で、ホテルに。ウーバーしてもらって、もつ鍋を。そう、水溶きはもう食べたくない。食べて。鶏ガラスープ系好きな方はおすすめ。そうで、なんかこういう、やっぱこういうカップにさ、プラスチックのカップに入ってたんだけども、なみなみ、もうさ、蓋と同化してるぐらい入ってたよね、汁とかが。でラップでぐるぐる巻きにしてあって、でその一つずつ袋包装この袋で結んであってさ、でなんかもつ鍋は店で食べればきたなってすごい思った。美味しかったけど、めっちゃ美味しかったし、もうなんかダラダラになりながら食べるのが最高だった。そうで、夜ご飯にそれをね食べたんだけど、夜ご飯でお酒飲みながら、私が勝手につけたプロ野球ホークスを見ながら、9回まで0-0、0-1、0-0、0-1とかで、まあ相手忘れたんですけど、0-1とかで、なんかあれですよ、周東がさ盗塁したやつかな、9回ぐらいでさひっくり返した回があったんですけど、それを多分その日なのか、あ、その日だろうな、多分見てて、こうやってホークス見ながら、いやーこれホークスが勝つね、ごめんけど今負けてるよって言って、いやこれ9回でひっくり返すよ、絶対9回までにひっくり返すからって、なんてことを言いながら、もつ鍋をこうやって食べながら、冷めてたらもう鬼熱、もうぬくぬくだった。それもすごいね。でお酒飲みながら、でおつまみ完食した後はおつまみ食べながらお酒飲んでテレビ見て、じゃあもう寝ようってなって、そのままもうね、うちお風呂入ってからもつ鍋をいただいてたの。だからもうそのままやばい幸せって言いながら寝た。だから家持つ鍋は最高。水炊きも最高。あのね、川原家は結構水炊きやるんですけど、結構っていうか、そう、うまいんだよな水炊き。おじさんの日常価値無理。美味しかったもつ鍋。で私もつ鍋そんなにめちゃめちゃ食べたことあるわけじゃなくて、どっちかというと水炊き派で、
パパたちがもつ鍋食べてたかな。それこそもうあのあれだよ、仲良し家族のおじさんたちとかがよくもつ鍋、大人がもつ鍋で子供たちが水炊き結構お鍋のこの目の前に置かれることが多かったかな。水炊きね、簡単だしね。まず何にせつみれがうまい。つみれっていうのかな、あれ、あの鶏団子あれ美味しいよね。だから結局なんかつくねみたいなやつが好きなんだろうね、私そう思った。何種類か、お店に行ったらさ、だいたいもつ鍋屋さんと水炊き、なんていうの、もつ鍋鍋屋さん、もつ鍋兼水炊きみたいな場合が多いんですよ、福岡のお店だと。もつ鍋屋さんだけど水炊きもあるよみたいな。そう、つくねか、つくね、なんやろ、鳥つくねか、美味しいよね。今まで食べてきた水炊きは水炊きじゃないってことに気づいた。あ、そうなの。九州のポン酢の好きなメーカーさん、ポン酢？え、ポン酢はポン酢じゃないの？福岡の水着はスープがほとんど鶏白湯。ああ、そうだから私鶏白湯鍋をすごい好き。もみじおろしってなんだっけ。ポン酢はそのままポン酢が好きです、私は。It's up to you, it's up to me。 もつ鍋ばかりで水炊き食べれんかった。もつ鍋だから福岡はね、美味しいものがありすぎて、あのね、無理よ、一日でとかはもう無理よね。わかる、マジでわかる。福岡っていうかもう九州全部だね。トモカラシと大根の、あ、そうなんだ。あれは最初に飲みたいのに塩入れてスープ入れて飲んでめっちゃ、あれね恒例のやつね。水炊きは人気だもんね。食に興味なさすぎてこだわり持ってる人すごいと思う。こだわりってなんだろう。でもより美味しいもの食べたいみたいな。何、あ、添加物とかってこと。
サッカーはアビスクバサガン、サガンだね。うん、オッケーオッケー、よいしょ。カラオケでもしよっかな。めっちゃ唇が、美味しいものを追求していく人たちざっくりだな。確かに、でもそう考えたら私は聞こえないですけど、ポン酢でしょ、ポン酢。食べれれば何でもいい。いや、マジでわかるよ。でもなんか、なんていうの、こだわるものはこだわりたい。ワインとか結構、ワインとか、なんちゅうのな、ワインとかはなんか美味しいの、なんかいい意味で美味しいのじゃないといけない、私の中で。みたいな、安くて美味しいの、そう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 、だけどそこまで行き着くのがちょっとめんどくさいみたいな、そこまでしてまではこだわらなくていいみたいなね。そういうことね、年数とかもあるのね。酒あれば何でも OK。 だからもうな、そういう時はそのお店の方にお任せするのが一番だよね、正直。なんか例えば私は白ワインが好きなんだけど、どっちかというとね、どっちかというと白ワインが好きなんだけどさ、オーマイガーシ、ごめんなさい。白ワインの美味しいやつってマジで美味しいじゃん、そんな感じ。極端な話酔えればなるね、うん、ちょっとワインお任せ、お任せっていうか、そのなんていうの、ワインお店の方が例えばにちょっと飲みやすくてこうでこうでちょっと柔らかくてみたいな感じの言い方。あ、そうだからさ、スパークリングワインとかのが好きかも、割と。いや、普通のワインも好きだな。そう、渋みが苦手だから、赤ワインとかも、赤ワインとかそれこそ赤ぶどう
とかは渋みが多いとあれなんで、あの皮を剥いて食べちゃったりとかしますけど。酔えればいいよ、かなり酔えればいいは、あの大学生のノリだね、マジで。いや、もういいよ、酔えれば何でも、みたいなそれじゃん。わかんない。成人式の時にね、友達のママがあのお店スナックやってんだけど、のママがさ、あ、成人お祝いねって言って開けてくれたスパークリングワイン、いや、シャンパンだっけな、もうマジで美味しくて、でも有名なやつだった気がする。私も聞いたことあったもん。めっちゃ美味しかった、あれ。なんやろ、あれは。なんかさ、ボトルのさ、底が光るやつなんだけど、え、これかも。待って、くっそ高ない、違うか、これじゃないか。あ、うん、違うか、なんやろ、有名なシャンパンって何？ジュレーヌーボー、おいしい。あれね、なんだっけ、クリスマスの時期になったら解禁されていくやつね。で、パパたちとか親が狙うやつね、みんな。あれね、すごい時はやっぱね、取れるさ、量が少ない時はやっぱり、全然本数が限られてるもんね。
日で飲むワインめっちゃうまい。いいね。シャンパンなのかスパークリングワインって言ってた気がするな。おばちゃんからのお祝いって言ってイエーイって言ってみんなで。最近日が決まっていて日本が最速って、あ、そうなの？日本すごいじゃん。写真がないんだよね。みんなでさ、イエーイって撮った写真しかないんだよね。え、あるかな。待って、あるかも。いやー、ない気がするな。てか、いつ行ったんだっけみたいなね、もうもはや。いや、ないかも。ね。そうなんですよね。成人式。ないな。何なんだろうな。酔ってベレベレの時の写真はないです。ないと思う。あのね、やってる時の写真を出せないですね。世に。まあ、私が美味しいやつ見つければいいって話なんだけどさ。そうなんよ、みんなやってるからね。逆なのよ、私が撮る側なのね、いつも。
沖縄の時かな。なんなんなーな、なんなんなーな、沖縄。この辺かな。全然飲まないです私マジで。全然見えない。こんな感じ。このほろ酔いって書いてあるのこれ。このフィルター。こんな感じですね。私これも加工が入ってますけど全然。こんな感じです。で、このかわいいこのネックレス、この沖縄で買ったんだけど、琉球ガラスのネックレス、これ買ったの。これを何買ったのって友達と話してたから、これ買ったよっていう。かわいいでしょこれ。これ一目惚れマジで。綺麗。青が好き。青、水色が好きです。そう、これをね買ったよ、これ買ったよ。でも酔っ払ってるから2枚保存してるわ。これ3枚保存してるわ。これ買ったんだっていう報告用の写真。多分でしょう。でもそんな感じかな。懐かしい沖縄。
カフェみたい。アクアマリンとか好き、すごく。ブルーサファイアね、いいよね。去年のダンレボのみんなでご飯食べてお酒飲んだ時の写真出てきた。マキタが撮った私の、マキタが撮ったギャルの私マキタって覚えてますか？去年のルミちゃんやったのかな。難しいよ本当に。とか胡椒とかな。面白いこしょ。寝るわ、おやすみ。私も寝ようかな。明日って9日？9日だね。アイランドスピリットのネックレスとか有名で昔から。アイランドスピリットってなんだろう。スポーツの日でお休み。え、そうなの？知らんかった。いや知っとけよって話なんですけどね。いやで知る、わかんないのよねこういう仕事して。もう学生とかさ、決まった日に休みですとかだったらさ、やっぱ私は休みだってなるからわかるんだけど、もう私みたいな不規則、不規則休み、不規則休み人間たちはね、休みとか関係ないから、マジで関係ないとこんなにも脳に入ってこないんだと思うほど、思うほどに入ってこない。本当にね、職業病ってやつ。そう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 。
本当にそう。日付感覚はあのお仕事が、ね、この日は何この日は何って決まってるから、逆に日付はね、まあまあまあ中学校の時よりはって感じなんだけど、中学校高校とかの時よりはって感じなんだけど、いや本当にね、曜日感覚はないですね。だからよく吉田とかとご飯に行って、ここよくないって言ってさ、で行ってここよくないってなって、でちょっと待って、定休日日曜日ってことは今今日何曜日だっけ、ちょっとわかんないな、調べようねみたいにはなりえますけど、そう、そろそろ雨降りそう、みんな夜更かし、だからね、だからってみんな結構夜更かし、時間に間違えたこと、え、あるかな、わかんない、時間割ってあんま間違いなくない、でも時間割って間違えるもんなん、知らんけど、まあ間違えた間違えた時だよね、もうだから隣のクラスの子に借りるか、でもまあ時間割り間違えるのあんまないかも、なかったかもな、シンプルに忘れるか否かみたいな、そうなんよ、今全部スマホが教えてくれるからね、いい時代になりましたないい時代になりましたな。そうそうそう、体操服忘れるとかね。体操服忘れた時ってどうしてたんだっけな、私。うちら学年一緒に体育やるのね。確か。あれ違ったっけ、いやそうだよ、学年みんなで体育やる系学校だったんだけど、だからさ同じ同じさ学年の子からは借りれないわけね、確か。だから妹とかに借りに行ってた、逆に。妹に借りるか、あと学校にね、電話、公衆電話が、まあ、校内にあるじゃないですか。公衆電話は使って OK だったから、公衆電話で、ママに電話して下駄箱に突っ込んどいてとかはありましたけど、バイ、ね、学年でカラー違うのがね、靴だけだったのよ、うちら。そう、ラッキーでしょ、あれ違ったっけ、うちら確か緑だったんですけども、印字がちょっとこの印刷されてる文字が確か緑、その学年のやつでって感じだったから、まあうまく隠せるよねっていう、そういうの。あとなんかね、あすいません、ちょっと妹のやつと間違えてって言っとけばなんとかなるじゃんね、
上履きはいらば、いなんか体育館履きとか、とかは色別だったけど、そうそう、誰にでもある失敗を装うのが得意でした。さすがごまかしの川原と言われてきただけありますよ。あ、そう、でも私ね、部活で体操服持ってったからっていうのはあるね。確かに確かに、部活で絶対体操服がいるから、体操服はもう忘れたことなかったかもしれない、多分。うん、毎日毎日部活あるから、もうそのためにさ持ってかなきゃいけないのよ結局。で、自分が忘れた時用の予備に、予備をね置いてましたうん、セット学校に置いといたね。そうそう、確か。で、忘れたら絶望じゃん。何忘れてたっけな。でもなんかその家庭科の道具とかさ、教師かみたいなやつは結構忘れてることが多かったな。あんまり なんかその体育館シューズ忘れたりとかはねあったかも。うん、学校まで私は徒歩、チャリだとさヘルメットかぶなきゃいけないの。別にチャリでもよかったけど、なんやろその遠かったらチャリ許すみたいな感じだったの。だから大体あれなんですよ、みんな徒歩なんだけど、まあ家がめちゃ遠くて歩いたらもう30分ぐらいかかりますよとかいう、真面目に歩いたら30分ぐらいかかるぜみたいな人たちは、チャリ、別にチャリは乗りたいですっていう申請書を出せば乗れるんですよ、誰でも。けどヘルメットを、朝からヘルメットをかぶってチャリに乗っていくっていうのが私は嫌すぎて、絶対的に歩いてたそう、そんな歩いて1時間かかる子だ。歩いて1時間かかる距離にいる子たちはチャリってたね。だからみんな徒歩って感じ、大体歩けみたいな、歩けって感じだった。1時間歩いて登校してた。本当、あ、でもいましたよ。でもなんかヘルメット、それこそさ思春期だからさヘルメットかぶるのダサいみたいな、マジで絶対的にヘルメットかぶりたくないみたいな女の子とかもいかにいたからだから九州男児多いね、もう。いや、ヘルメットダサかけん、いやだ、つけとなかみたいな。ってなると、車で送り迎えの子も結構いたかも。割といたな。でも学校前がダメだから、その学校近くの大きい駐車場があったんですけど、その大きい駐車場みたいな広さのところでなら下ろして OK みたいな、そっから徒歩みたいな感じだった。そうそうそう、なんとか通過40分かかるとか1時間でもある。あ、そうなんや。なんか別に結構生徒優先なところもあったかも、割と生徒優先的な、まあ、規則は規則だけど
はあったけど、ちゃんとした規則。でも例えば日傘がね、今まであんまりそのダメだったんですけど、体育の先生が厳しいけど女の子のその気持ちとかをちゃんと分かってくれる先生だったから、その先生、日傘とか持ってきていいですかみたいな、でいいわよみたいな感じだった。日傘とか、日傘とか日焼け止めで、しかも先生が あれで太陽アレルギーで、そう、太陽アレルギーやとさ、ほんとわかるじゃん、皮膚とかも弱かったし、太陽アレルギーっていうか、なんかその角ではないけど、そうそうって感じだった。だからもうこんな帽子かぶってた、いつも外の時は。そう、多分ね、に痒くなるみたいなこと言ってた気がする。当たり、こう直にずっと当たりすぎるとね、そういうのもあるから。そのしかも今女の子はいっぱい、そのね、紫外線浴びすぎるとそばかすなったり、将来シミになるから、あのしっかり日焼け止めをね塗ってね、まあ、紫外線対策していきましょうみたいな先生だったな。おもろいな。そんな感じだった。1時7分。何時から始めたっけ？1時間半ぐらい言ってるか。始業式を勘違いで遅刻しちゃう。確かにね、始業式始まる日とかね、難しいですよね。何言おうとしたんだっけ。そうだ、そうだ、そうだ。
10月11日にね、少しお知らせがありますよってやつ。11日、お楽しみに。楽しみに。ハーブティー飲んでみようかな。ハーブティー。ほう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 。よきよき。カモミールティーってあんま飲んだことない。でもまだ私お風呂に入ってないから、そういえば。そういえばそういえば。なんかそう、今日はちょっと。今日何しようかなと思って、何してたんだっけな、今日何してたか忘れたんですけど。ほんと何してたか忘れたな。え、怖い。待って待って待って、だいたい怖いな。怖いな怖いな。何したっけ。何したっけ。外には行ってないんだよね。11時間前って何時？ 11、 違うか。11時間前って何時？2時ぐらいか。まあ2時ぐらいか。
なんか急にオプナイのオプナイの YouTube のやつあるじゃないですか。オプナイの YouTube の秋バージョンのやつのブルーの方が出てきて急にね。でそれを見、それがまあ言うてそんな長いもんじゃないんですけど、本当に5分ぐらいのやつ。それ見て、それ見たまでの記憶はある。でその後に、お昼か、お昼。で iPhone15 にしようかな、14にしようかなって。まあ考えてたとかって考えてて、迷ったら 15? みんな15なんだ、みんな15派ね。いやでもね、色的にも15がいっちゃん可愛いんだよね。私の今までの iPhone のな iPhone ブルーの中で一番好きな色なんだよ。だから15にしちゃうのもありなんだよな。あとタイプ C やし、なんマジでありがたい。タイプ C、ね、大きいよね。気を失ってた。いや、ほんと気を失ってたんだよね、今日。なんだっけ、マジで思い出せない。どうしよう。あ、は、思い出した。音楽のサイト開いてたのかな。音楽サイトを開きながら寝てた記憶がある。なんか急に寒くなってすっごい体力が奪われてる気がする。でも正直そう、めっちゃドストライクなんだけど、正直白でもいいんだよね。私こうやってこうスマホをさ、こうやってさ下げるの、いつもこのチェーンつけてこうやってぶら下げてるんだけど、ファッション的なってなるとやっぱ白とかが超いいんだよねみたいな感じですかね。世代を超えて、時代を超えて、世代を超えて、愛されるの力を教えてくれる、いつでも人生の素晴らしさを、うん、音楽とともに、こんなんなら踊りとともに届けられたら広がる僕らも、きらめ新世界にいる。へえ。でもほんとなんかさ、いろんな人の意見聞いてんの最近。なんだろう、 iPhone14 を使ってる人、あー、
その他を使ってる人を15に変えた人の意見を聞いてんだけど、人それぞれだね、求めるスペックが。例えば知り合いはなんかその別にカメラとか全然使わないし、別にカメラに性能を求めてないから、もう持ち運びがめんどくさいからとにかくちっちゃいのがいいって言って、12ミニに確かミニがあるんですよ。その12のミニが本当にこんぐらいなんだけど、そうめっちゃちっちゃいのよ12。もうな、もうスペックとかどうでもいいからちっちゃいのがいいみたいなってなってミニの12を買ってる人もいたし、14はいいよっていう人もいるし、かゆい、エアコンのお掃除って人に頼んだ方がいいよね絶対ね。でかいの嫌っていう人いるんだって。しかもさ、このほんと短期間、この1週間ぐらいでさ、でかいのが嫌だからって言って12のミニとか14のもうもう仕方ないから14の普通のにしたみたいな、14プロかにしたよみたいな方もいて、なんかそうなんやって感じ。そうだよね、結構面倒だよね、ぶっ壊してもしゃあないしな。といって15の人はね軽いっていう、あと軽い、うん、軽いタイプ C 生きれるすごい、私の友達に聞いたから多分こうなってるんだと思うんだけど、意見が軽いよ、生きれる、ね、じゃもうちょっとマシな、ね、乾燥ないんかってね言うけど、いやでも軽いのはありがたいな、やっぱスマホが持ち歩くからさ、うーん、めちゃくちゃ悩んでる今、普通にリアルに。 SE とか自動とか好きなの、そう SE 使ってる人いたな、知り合いに。ずっと SE、 もうなスペックとか何でもいいからちっちゃいのがいいっていう人、その人ずっと SE だったけど、もう SE に限界が来たからって言って、今あるその新しめの iPhone の中で一番ちっちゃいやつが12ミニだったみたいなこと言ってた。どうしよう、悩む。別にダイナミックアイランド必要、めっちゃ必要ってわけでもないしなみたいなダイナミックアイランドって何？まず、でもこのこれがなくなるんだよね、今サイト見てるからあれだけど、ここのさ黒い部分がなくなるってことだよね確か。それはいいなぁ。
でもチタンもかっこいいんだよね。高いんだよ、でも高いんだよ。高い。高い。円安だな。円安だよな。てか、え、4種類あるんだ。15って。15無印15プラス15プロプロマックス4つ。そうなんや。悩みますね。なん高いな。ダイナミックに反応するんだよ。そうなの。黒いのね、邪魔よね。めちゃめちゃ邪魔ですよね、これ。バッテリー容量が少し残念です。あ、そうなんだ。マックスは手に余るっていうこと？高い。高いよ。高い。でも普通の無印15とプロってさ、 10g しか変わんないんだね、正味重さ的に言うと。じゃあ普通の15でいいやみたいな。でしかも iPhone14 も172だから、15が一番軽いんやん結局ね。無印が一番軽いんやん、チタンとかのあれより。iPhone15 が 171g、 iPhone14 が 172g。 買わないわ。ただ iPhone15 ってホワイトがないんですよね。うわ、かっこいい。プロのこの色かっこいいのか、シルバーなのかな。ここにあるやつ、色はめっちゃかっこいい。なんか刀みたいですよね、色のあれが。迷う。軽くなったね。そう、15もね、やっぱ予約待ちしなきゃいけないってめんどくさいな。でかすぎるんだ。やっぱだから普通の15だな。でもスマホの費用を抑えたい気もするよね。費用。
あと私自分でさ iPhone 予約してさ自分で iPhone 買ったことないんだよね。だからちょっと怖い。全部ねパパにやってもらってた。パパのママにこれはこれはって。あと家族で買い替えてたのが多い大きいかもね。家族で買い替えてたから。くぅタイプ C。パパにそう14と15どっちがいいと思うって言ったら13でいいんやないってま別に13でもいいんだけどさあ13は私お気に入りの色がなくて上がんないじゃん。やっぱスマホの色が違うと。iPhone13 専用いやでももう自分で買うようにしないとあかんねん。色を選んでると納期が遅いやつが出てくる。そういうことね。ナンバーポータビリティ使って ナンバーポータビリティって何。あーちょっともうめんどくさいから15でいいかな。だって結局多分さ今後の iPhone がタイプ C になるよってことでしょ絶対この流れ的に。どうしよう。まあマジでさ1ヶ月ぐらい悩んでる。まあ、そんな悩んでないから別にでも言うても1ヶ月ぐらい悩んでるか。アプローチ潰れたの？どうまーい。14、15になるなら15だと思います。14が思ってて14って今な確かに確かに14ってさでも安くなってんだよねやっぱ少しってだけで。15いいんじゃない。15でいいと思うよ。え、そんな変わんないやん。色ブルーで256GB とかでやるとさ13万でしょ。13万か。確か、え、待って変わんないじゃん。14万、1万円しか変わんないわ。うわ、かわいい青。この青がかわいいよねって。
プラスでかいね、確かにめっちゃでかい。250ギガ、6ギガなんてすぐだよな、絶対。1万円しか変わんない。だからお洋服買うの我慢すればいい話でしょ。いやほんとサイクル早い、もう年一やんみたいな。年一でぐらいのペースで来るからさ、ちょっともうなんかもうちょっとゆっくりでいいんだよ。ゆっくりでいいから価格をさ、どうにか抑えてほしい。パパ、私は15にするよ。大丈夫、自分で払うから頑張るよ。てか、私さ、イヤホンじゃなくてエアポッツ、エアポッツ充電の減りがえげつなくて、最近何が違うの？第三世代って。どこ？エアポッツってさ、何円するんだろう。もう何年使ってるかな。3年ぐらい使ってる、もしかして。4万円ぐらいするんだ。高いな。高いね。別に他のメーカーでもいいと思うけど違うんよ、エアポッツは。なエアポッツはいいどエアポッツ何が好きかって、私めんどくさいのが本当に手間が嫌い。もういかに手間を省くかみたいなっていう思考だから、なんていうんだろう、回転じゃない、なんていうの、効率重視になっちゃうんだけど、もういかにこうかいかにさ、かいあれを手間を省くかっていうのあると、
イヤポッツは勝手につながってくれるからすごい楽なんだよね。あとケースが可愛いのがいっぱいある。あと音質が好き。結局だからアップル、あとなんか AirPods 使ってる人とさ、あのミュージックシェアできたりするじゃん。それはだ結構いろいろなやつでもできるんだけど、やっぱりねこれがいいんだよな。これがね。しかも私さ、音楽ずっと聴いてるからさ、まあ、あの毎日使ってるからそりゃそうなるわって感じなんだけど、多分買わないと思う。まだいけるっしょって。有線はちょっと苦手なの。私もう線をなるべくなくしたいの。だから15買ったらサーフマグの対応のやつ買って、ここにくっつけれる充電器買う。じゃあ終わろっかな。1時45分でしょ。13位ハレンチさん、12位サルキジさん、11位ムチョさん、10位キミリコさん、9位オニオンナイトさん、8位シロミさん、7位ヨンミさん、6位ヨコヨシさん、7位ヨンミさん、ミさんのは5位ベイちゃん会長さん、ミさんのは10位、4位ツムチカデさん、3位まさかずさん、2位ジャリングさん、1位アヌネさんでした。それではおやすみなさい。バイバーイ。